はい、では2つ目の試合、はい、解説していきたいと思います。お願いします。お願いします。まあ、解説っていうよりちょこちょこ僕からサーブですね。はい、はい、あれ服着替えてるじゃないですか。そうなんです。動画のために、はい、すいません。最近お客さんにも呼びます。ちょっとこのことやな。わかるでしょ。やたらダメですから、ね、そうなんです。すいません。いいプレーですね。今のサーブ多分深かったと思うんですよ、うん、やっぱああなるとポーチしやすい。僕あの動画で言ったみたいに、うん、サーブは深さ、前衛の動きとかやっぱあの動画でやったじゃないですか、うん、でもサーブのコースとかサーブ力がありきっすね。まあありきやな、うん、ありきや。そういう時やっぱダブルス2人で取らなかったんですね、うん、これはやばいよ、どれやばい。僕たちと比べて10センチぐらい低いから。いやでも身長はまあ高くてめちゃめちゃ有利なんですけど、僕は結構身長こんないらんかったなって思うんですよ。えいやサーブはいいっすよ、うん、やっぱりまあ力も出るしいいんですけど、うん、前衛立った時に足曲げなダメじゃないですか。いい、曲げてっか。曲げますけど曲げて、あのやっぱですけどね、うん、ちょっと身長ちっちゃいというか、そこまで高くない人の方が前の動きとかめっちゃ速くて、ダブルスとかブレるうまいイメージが分かる中で、あれなんかブレるイメージがあるな、やっぱり、うん、フットワークとかめっちゃいいイメージなんで、うん、分かる。シュワルツマンみたいな。そうですね。めちゃめちゃフットワークいいじゃん、うん、ヒューイットとかもそんな身長高くないじゃないですか。ああ確かに確かに。でもやっぱイメージなんですよね。あでも大きくて強い人もいくらでもいいんですけど、それではだからあのカルロビッチを見たんですね。そうっすね。サーブだけで勝てるじゃないですか、うん、今のポイントなんですけど、よく見てもらったら、ゆうまくんが足元にサーブが見たり出たんで、このすかさず出ました。あのプレーよく使うんで、何回も見てもらったら、タイミングを見てもらったら、僕の出るタイミングを見てもらったらいいかなと思います。結構自信あるプレーなんで、うん、はい、足元入ってストレートって難しいですからね。そうですね。やっぱでもあれですよね、足元入ってこう出るとストレートに打たれることもあるじゃないですか、レベルが上がれば、うんうんうん、でもそういうとこ迷っちゃダメですね、うん、それに落ち込んだらね、うん、この一発にそこ迷ったらもう絶対動けないし、ミスしちゃいますもんね、うん、結構あの、ね、荷物人多いよな、うん、気づかれたし、もう痛いみたいな、うまい人だって逆疲れたら、それ相手がうまいでしゃあないですよね、うん、やっぱ、っていうか、うん、確率は低いからね、うん、コーチはギャンブルするかもな、もうさ。難しいです、はい、そうなんですよ。サーブが良くてね、この人あの CX200 使ったんですよ。赤のステージが入ってる、はい、かっこいいのよこれ。なあ、あっこういうの言ってるんですか。そうですよ。まだ使うかは分かんないですけど、シダチュー。はい。いや、浮いたからいけるかな、思ったんですね。サーブいいですね。浮くとああなりますよね、うん、左利きのサーブが今フォア入ったから、やっぱりちょっと難しいですよね。なんかお客さんとかもサーブのスピードどうやって上げるんですかとか、サーブ速くしたいですとか、うん、まあよく言われるじゃないですか、うんうんうん、まあ、それはまあまあ、いいんですけど、うん、サーブあるに越したことはないんですけど、やっぱでもなかなか難しいじゃないですか、スピードを上げるって、うんうん、やっぱそれよりもコースと確率を上げた方がいいですよね、うん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 、やっぱりスピードだけじゃやっぱ逆にいいとこ入ったら速いリターンになってきますし、うんうんうん、かっこ
いんやけどね。かっこいいですけど、バーンってエースとってやっぱかっこいいんですけど、音もいいし、それをするにはやっぱ僕らは身長もあるしできてますけど、なかなか難しいっすよな。結構なんていうのかな、ラケットを自分の力でこううまいことコントロールするっていう技術もテニスは必要になってくるんで、まず無理せず、スイングスピードを無理せず、しっかり狙うコース深さを狙っていくっていうのがすごく大事かなって。勝ちたいならそっちですよね。あの、モテたいなら早い、勝ちたいならコース深さ。速さを出すには体でも全身使わないですよ、ね、足から。地面からパワーをもらう感じがあるからね。って言ってその辺のコートめちゃくちゃ速いサンバカンって言ってたら出たいかなって。サーブのやつもほんまでも難しいと思うんですよ。だって僕らがここからさらにサーブを速くしたいですって言ったら無理じゃないですか。言ってることやもんな。だから俺ら多分ちょっといい感じになった時に2拍いくかなとか、うん、まあまあ大体180か90だとしたら210ぐらい出したいですみたいな。きついな。無理じゃないですか。確かに確かに。って言ってるようなもんですもんね、うん、言ったら。そうやな、うんうん、そうなったら確かにどうしたらいいですかみたいな。諦めるかな、うん、いやスピードを上げるってめちゃめちゃ難しいっすよね、うん、やっぱり。だってプロ野球選手でも140から160ぐらいですけど、めちゃもうなかなか無理なことなんですよ、うん、自分のキャパって多分あると思うからね。僕高校の時なんか先生に言われました。球のスピードは先生やから。ああ、そうかもしれんね。多少は速くするとか全然無理じゃないですけど、その初め立てからっていうのは全然無理じゃないですけど、ある程度行ってから確実に使うやつやな。ダナショットもそうなんですよ。何こう腕の使い方が違うとかやったら直してはあるけど、っていう間に終わっちゃいました。終わっちゃいました。この日ね調子よくて、結構インドア得意ですもんね。得意なんですよインドア。はい、優勝ですか。はい、試合終わりました。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。はい、相川テニスプラザ、無事優勝ということで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。あ、どうも。一応靴下、はい、景品としてファイテンの靴下いただきました。濡れにくいらしいです。僕あの27センチ以上なんで、あんまりサイズが合わないんですけど。僕はドンピシャです。26ですね。はい。で、あと5000円の商品券ということで、後でゆうまくんと、はい、商品券使って、何かいいものお土産を、はい、買って帰ろうかな、はい、と思います、はいはいはい、また宮崎とか行ってね、はい、彼宮崎なんで宮崎とか行って試合2人で組んで、ぜひぜひでも何でもいいですし、はい、出ようかなと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではありがとうございました。